ご結婚おめでとうございます。あれだね、おかころのあの指輪の話のやつですね、ここら辺ね。ありがとう。いやでもやっぱ憧れちゃうよね、なんかお揃いの指輪つけるとかさね、楽しみだな。少ないですが指輪の足しにしてください。おかころ提供ありがとうございます。ありがとうございます。そしたらあれだね、なんかみんなとおにぎりあとコロネスキーの指輪みたいになりそう。ねえ、それもいいね。ありがとう。もうなんだかわかんねえな。え、なんか、なんだろうな。どういう風にしたらいいかな。僕とコロさんのペアリングなんだけど、なんかあった時に、おにぎりとコロネスキーを召喚して、犠牲にすることができるみたいな指輪。どう？やばいってなったら召喚して、そういう指輪。と、肩代わりの。わかんない。コロさんの方はわかんないけど、おにぎりやサイドの指輪はそういう感じにしたいなと思ってるんだけど、どうかな？ね。やばいってなったら、スッて。なんか指輪をかざすと召喚できて、ご飯食べてる時とかでもうわなんだってなって、うわーってなる。ランダム、おにぎり屋の中でランダムでその日やばいってなった時に呼ばれる。おにぎり屋サイドのペアリングの効果はそうしようかなね。鬼かな。割と鬼だね。あいつ最近見なくなったな。あ、でもなんかお揃いで指輪買ったらみんなにさ、言うね、こういうのにしたんだみたいな。岡野の後でねって言い方めっちゃ好き。後でね。後でね。